農型パーキングエリアの標識農型パーキングエリアは福岡県農型州駅の九州自動車道場にあるパーキングエリア。2007年7月31日に倉でパーキングエリアとともにミニストップが出展した。コンビニエンスストアのオープンに伴い自動販売機は撤去された。下記の路線が停車する。以前はバス停留所もパーキングエリア同様。 文字方面のみにしかなく、停車するのは文字方面へ向かう便だけであり、福岡方面へ向かう便については、約2トル西側のクラ手パーキングエリアに併設されたバス停留所直方パーキングエリアと同一停留所扱いとしていたが、乗客の利便性向上を図ることと、2006年頃よりクラ手パーキングエリア付近でクラ手インターチェンジの工事が本格化するのを、 踏まえそれらの支障となることから、2006年4月1日付で、倉でパーキングエリア高速バス専用停留所を、東パーキングエリアの反対車線側に移設して、共用を開始した。なお、現在直方パーキングエリア周辺にマイカ回利用者のための駐車場を整備する計画がある。かつては、パーキングエリア南側側道に西鉄バス地区方、農型パーキングエリア口バス停が設けられ、 68番が経由していた。2020年10月1日のダイヤ改正で、当バス停を通らない経路に変更され、バス停は廃止された。脳型バスストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。